まあ、やはり目指しているところは、まあ、世界のトップ選手になるというところが、一つ目標ではあるので。まあ、イタリアが、世界最高峰のリーグだというふうに思っていますし、まあ、実際にも、イタリアのチームが、チャンピオンズリーグだったり世界クラブ選手権で優勝してたりっていう実績を持ったチームが多いのでっていうことは一つやっぱトップの選手になったっていう証明になるのかなっていうふうには思っているので、まあ、そこを達成したいです。うまく伝えることと、まあ、そこを相手の意見と話し合ってしっかりコミュニケーションを取ることっていうのが非常に生きてると、プレーに生きてるなというふうに思いますし、自分のやりたいことというかをしっかり主張してしっかりコミュニケーションを取ってくるので、まずキャプテンに任命していただいたことに関しては非常に光栄で嬉しく思いますし、まあ、代表シーズン重ねるにあたってキャプテンはやりたいなというふうに思っていたので、まあ、今シーズンはオリンピックも控えているので非常に大事なシーズンだというふうに考えているので、まあ、まずそこで結果を出せるようにチームをまとめていきたいなというふうに思います。まあ、日本選手も非常に力持っている選手が多いので、まあ、そういう選手たちの強さだったり良さだったりらしさを引き出せるキャプテンになりたいなというふうに思いますし、もうまずもうメダルはもちろんやるからには狙って戦っていきます。予選をしっかり突破できれば、8チームになるので、一勝すればベスト4というふうにメダルも見えてくるので、まずは予選をしっかり勝ち抜くことが大事だというふうに思ってます。また勝つ自信とかチャンスに関しては、絶対勝てないチームはないので、予選もトーナメントも一発一試合勝負なので、こっちのイタリアのプレーオフみたいに、2勝したらという形ではないので、もう1勝すれば、次に上がれる予選突破できるチャンスは確率は上がるので、まあ、非常にチャンスはあるのかなというふうに僕自身思っています。終わりをどれだけ綺麗に決めるかっていうところがなんか一つかっこいいところかなというふうには思いますね。僕たちもそうですけど、最後の1点をしっかり取り切らないと終わらないので、その1点、最後の1点をしっかり取るっていうところにもつながるのかなというふうに思いますし、体操でいうと最後の着地を決めることによって、やっぱその前のなんていうんですか、競技というかパフォーマンスがその着地で生きるのかなっていうふうには思いますね。まあ、そうですね、内村航平選手も着地とか、多分着地結構綺麗じゃないですか、内村選手。そういうのを見ると、あ、かっこいいなっていうか、すごいなって思いますね。その最後まで気を抜かないというか、最後にしっかり決めてくるっていうところが素晴らしいなっていうふうに僕は思いますね。